俺だ。今日はですね、バレイン TV の方は石本エイトです。田原翔也です。森下です。恵比寿本です。池田さん、僕がやってる障害者サッカーに、体験に来てもらってます。で今日はですね、ブラインドサッカーを体験してもらおうと思いますので、アイマスクをねまず選んでもらおうと思いますんで、どうぞ好きなアイマスクをね取ってください。選んでください。エイト、なんか面白い選び方してくれねえの。エイト、そうやなそうやな、ちゃうね。どうしようかな。これでエイト、よかったな。めっちゃ笑ってくれてるよ。エイト、めっちゃ笑ってくれてるぞ。お前これ他の選手やったらお前シーンとしてるのに。アイにもやるよ。ピエン、見えてる？見えてる？見えてる？いや、さすがに見えてない。見えてない。オッケー。ボイ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 って声かけ声してあげて。ボイボイボイ。デートそのまま翔也の声が聞けるとこまでまっすぐ歩けるかチャレンジ。よーい。そっちじゃない。カラスじゃない。そんなボケいらんわ。よーい、スタート。どうですか？いや、怖い。怖いですか？怖い。ボートレーサーとして優秀だと言われてるアイリちゃんの森下選手に。はい、ボイ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 。あ、結構怖い。ボイボイそうです。それもういいよ、タイムスリップとかしちゃって。なんで？どこまでがピッチかわからん。どこまでピッチかわからん。そういうのが見えんと、ね、そうよ。どこまでがっていう。俺らが普通に感じてることやけど、その目の見えない方はそれが当たり前やから。え？え？エイト、なんかインチキ疑惑あるけど大丈夫か？いや、大丈夫。ねえ、ほんと？あ、無理だよ。バイ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 バ
あ、やばいやばい、ボールが。おー、欲しい。でも入ってました？入らなかった。難しい。めちゃめちゃ難しい。じゃあみんな目隠しして OK ですか？皆さん行きます。待って、ボールが赤だ。先に全く関係ない。先に声を少しもらえる。あ、やばい。当たった。どうしたい？カナさん。欲しい。お疲れ様でした。どうですか本日ブラインドサッカーの体験は。池田さんからいきますか。はい、怖かったです、こう変な汗かいてますね。全然見えないですか。全然見えんし、あ、実はちょっと見えてたんですけど、はいはい、正直ですね。でも、いい体験をさせてもらったなと思っています。ヘルメットかぶって耳で聞く部分もあるので、はい、そういうので、まあ私も元気じゃないですけど使えるなとは思います。ありがとうございます。じゃあ森下選手、はい、なんか新しいサッカーだなっていう感じがありますね。やっぱ怖いですね、ちょっと。で、ボール見失ったらどこにあるかわからないんで、はいはい、相手もどこにいるかわからないからちょっとやっぱ怖い感じありますけど、でもこう五感がこう研ぎ澄まされるといいますか。で、楽しかったです。よかったです、はい、また次回もぜひとも、はい、よろしくお願いします、体験を。で、デフの日本代表西選手はね、まあ、耳が彼聞こえないですけど、どうですか、目見えないサッカー体験をして。もう大してやってないとか言うな。まあ、僕はちょっと見える方でやってたんですけど、やっぱ声出して動かすっていうのもちょっと楽しかったなと思います。 OK です。じゃあ調子乗り世代の石本選手どうですか。はい、そうですね、まあ、やっぱ見え
見たりとか、まあ、西くんみたいにこう聞いたりして、まあ、サッカーしてるんで、そこができないっていうと、やっぱもうサッカーだけど、まあ、別のスポーツみたいに、ものすごい難しいスポーツだなって思いました。真面目じゃんちょっとしびれるぐらいね、最後いいコメントがあったので、またちょっとね、冒頭レース界の皆様とサッカー界でちょっとね、障害者サッカーインクルーシブを盛り上げていけたらなと思いますので、ご協力またよろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、さーん、はい、無限の空。はい、ありがとうございました。